のサンダーコと歩くサンフランシスコ。お久しぶりでございます。なんとですね、はい、もう私たち8月、まあ今8月になったわけですけども、はい、なんと私たち今月久しぶりに3年ぶりに日本に行きます。ブリブリだぜ。3年ブリブリだぜ。ブリ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 。3年も何ブリブリしてんだよ。何ブリブリしてんだよ。久々だってこと言いたいんだよ。久々だよね。3年も行ってないってすごくない？ブリブリだよ、お前。2019年だよ、最後に行ったの。そうですね。嘘みたいだよね。あれはいい年でしたね。いや、あの年、いい年でしたね。まだちょっとパンデミック始まる前で、私たち、なんとですね、スペインにも行きました。ツアーでね、EMG のエレクトリックマシンタティスというバンドでですね、スペインも行きましたし、それにその夏、なんと、フジロックに行きました。そうですね。そんないい年だったんですけども、それがなんかあのパンデミックになる前のなんかちょっとしたご褒美だったような感じで、いいことありすぎた、いいことありすぎて、あ、そう、それで最後にはニューヨークでもライブがあったんですよね。あ、そうだから、そういう3カ所でですね、本当に世界を股にかけてね、本当だよ。やってたんですけども、それがですね、急にパンデミックになって、はい、なんと日本に3年間帰れませんでした。びっくりだな。あなたあれですよね、でもね、アメリカに来て、しばらくの間日本に帰らなかったんですよね、最初はね。そうそう、6年ぐらい帰って。6年ぐらい帰ってなかった。6年だったか7年だったか、そんぐらい。帰ってなくて。帰れなかったね。で、まあ私の方ですね、まあもう、在米、なんと今年で気がついたらもう30年。どんだけ生きてんだ、おい。やだ。長老。私がさ、来た年にさ、生まれた子がさ、ちょっとした中年になってんだよ。うわ、30、10年じゃないか。でも、なんかさ、ね、もう、なんか一応ですね、まあ、ち28歳ですけど、自称。とりあえず、おい、何スルーしてんだよ。なんか突っ込まないと恥ずかしいよ、それ。うん。とりあえず、もう来年。これがね、スルーするに限るんだよ、もう。突っ込むと調子乗るから。来年ね、もう、ちょっと還暦なんですけど、人生の半分以上はね、USA になっちゃって、気がついてみれば。すごいじゃないですか。すごいですよね。ユナイテッドステイツ、アメリカ。でも、その、30年の中でも、私は一応毎年帰ってたから、あ、そうな、日本にね。出稼ぎっていうのもあったし、まあ、とりあえずなんか、来た時からずっと毎年帰ってたから、3年間帰らないって初めてだったからね。ああ、そうか。うん。ちょっとさ、東京なんてさ、何流れが早いじゃん。ね、うわぁ、あれ、そういうことじゃない。流されちゃうでしょ。そういう流れか。だからすげえ流れだな。だからさ、もうさ、3年帰ってなかった。あ、そうね。でも流れ早いよね。流れ早いから、だったから。でもそうだな。ニューヨークは半年行かねえと景色変わるけど、東京は3ヶ月で変わっちゃうから。3ヶ月で変わるからね。で、なんかちょっとさ、俺、例えばさ、なんか友達、日本にいる友達とかのさ、SNS とかで、なんかほら、渋谷の駅のこの辺がもう変わってるとかさ、下北が変わってるみたいなさ、見るじゃん。下北のな、駅が、変わったでね。変わっちゃって、あんなに、つまんなくなっちゃって。ついなこと言うな、昔の昔のが良かったね、迷路みたいな感じが良かった。そう。あれがなくなったんだよね、多分ね。なくなっちゃった。やだ。ちょっと、さ、それでちょっと、チャカチャン。日本に行ったら何したいですか？そりゃ、おめぇ、焼肉食いてぇな。焼肉食べたいよ。まず焼肉食べたいね。一番最初は焼肉だな。焼肉だよね。あとさ、でもさ、いつもさ、そういうの持ってくんだけど、なんか日本に着くとあまりの暑さに、その気が失せるけど、ラーメンも食べたいしね。こっちでラーメン食べたら20ドルぐらいするじゃん。2000円以上。2000円以上する。そん
なバカだよ、ね、高級ラーメン一杯700円くらいのラーメン食べたよね。ああそうそう、うん、そう、なんか何やりたい日本帰ったら。まあ今回はあれだね、ファミリーに会いたいね。あらやだ、ちょっと皆さん聞きました、家族がいるんですよ。いやてか甥っ子がそうだ、甥っ子がいて、そう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 、俺ちなみにボスと呼ばれてるんですけど、うん、ボスってなんだよボスってなんだよ、ボスに会いたいって言う。え、かわいい。甥っ子いくつ？5歳と5歳と、2歳か。わー、だから2歳の方は初めて会うんだよ、うん、あ、そうなんだ。だパンデミック中に生まれちゃった。パンデミック中に生まれたからね。ああ、まあそれがちょっと一番やりたいこと。そうです。あ、焼肉食べたいは確かにあるよね、はい、焼肉ラーメン、うん、食べ物だよこの辺、うん、あと場所的にはやっぱそのなんかその東京のね下北とかその渋谷の、まあ、定番だよ、変化もちょっと見てみたいやっぱちょっと東京掘ってきたいね。あ、そうなんか私東京掘ってきたい行きたいなってここ何日か考えてたんだけど、うん、どんどんどんドンキードンキホーテー、そういう歌なの。そうだよ。あら、行かないんですか、ドン・キホーテ。いや、昔行ってたよ。本当に？あの、夜中とかにね。うん。けど別に、そんなに俺、ハマってないね。あ、ハマってないの？そう、ああいう、あんまり、ああいうの。でも、ドン・キホーテ行くとすごいなんか盛り上がるよね。まあ、コンビニも行きたいけどね。もう嬉しくて、声がうずっちゃっただけ。コンビニも行きたいけど、ドン・キホーテ行きたいな。ドン・キホーテ行って、なんか毎年ね、いつも買って帰ろうと思って、うん、あの、買い忘れちゃう。うん、あのゴッソっていう鼻毛抜き鼻毛抜くやつそのまんまじゃねえか。あれが買いたい。ゴッソっていう、あれ GOSSO だからね、言っとくけど、ゴッソGOSSO だよ。ゴソッとゴソッと抜けるゴッソで、ゴッソを買って帰りたい。これがまあちょっと日本に行ってちょっとやりたいことかな。まあゴールデン街とかで行って飲みたいね。あ、ゴールデン街ね、うん、ゴールデン街だって行くの？だっていや行くよ。行くの？うん、もうけど、ゴールデン街も行けよね。けどさ、うん、まああなた会社すぐ近くだからね、うん、そう、会社だったのよ。隣だからね。もうゴールデン街の裏だからね。あ、でもゴールデン街もまあいいよね。いや、まあでもね、やっぱちょっとね、毎年ほら帰ってて、うん、まあ日本に帰るとき、まあ嬉しいですけど、うん、まあ3年ぶりとなるとやっぱり嬉しいよね。嬉しくない？いや、それは嬉しいでしょ。さすがに。まあ浦島太郎だよな。浦島太郎ね。あ、あとそうだ、最近あの、ハマってるね、あの、吉田拓郎さんのね。あなたがね。急にですね、あの、こちら、トラさんがですね、あの、ラブラブ愛してるって番組ありましたよね。番組の最終回を、あの、YouTube で見て、あの、吉田拓郎さんが引退なさるってことでね。で、それを見て、寂しいみたいなこと言ってたから、本当？みたいな感じで、ちょっと YouTube を見たら、すっかりハマっちゃって、にわか拓郎ファンになっちゃって。いやいやいや、まあ、俺、あの、吉田拓郎好きだったからさ。ああ、好きだったのね、吉田拓郎さんね。そうそう、うん。あの、高校の時とか、あの、流してたよ、俺。どこに流したの？地元の。地元の諏訪湖で。諏訪湖で、ギターを弾き語ったりとかしてた。でも私、それさ、ちょっと私、世代的にね、吉田拓郎さんの良さが全然分かってなかったの。何？バカだな、私は。いいよ。で、その、まあ、ラブラブアイステルも、自分一回出させてもいただいたこともあって、あったのにもかかわらず、共演してんじゃん。そう、なんかその良さ全然分かってなくて、うん、それで、なんか、トラさんにちょっと言われまして、うん、それでその、ラブラブアイステルの最終回見たら、もう号泣単純。でも泣けた。なんかさ、しかもさ、俺いつもカラオケとか行ってさ、結構さ、タクロの歌歌ってんのにさ、その時、ね、何にも反応しなかったのに、名曲、今回なんか急に名曲だとか言って、この詩で泣けるとか。まあ、私も落葉とさ、うん、落葉とさ、うん、流星、うん、もう私、この数字で100万回ぐらい見てるもんね。あ、そう。遅くない？遅い。もう引退しちゃったよ。だからもうそれで最後にお出しになったね、
アルバムをね、買って帰ろうと思ってます、日本に帰ったら。あ、お寿司屋さんだ。そうお父さんがお寿司握ってる。そのお寿司屋さんに行ってみてしまったという。そうそう。でもいなかったでしょ、ご本人は。いない。って言って。お母さんとお父さんが。お父さんいたの。でも、お父さんとお母さん似てんの顔。お母さんにだな。お母さんがあんな綺麗な感じの方なんだ。ね、大人になったらすごい綺麗になっちゃってるね。来年ぐらいはね、ちょっとライブもね、できたらいいななんて思ってるんですけど。あ、でもですね、とりあえず私たち、いつも、このところ宣伝が入って申し訳ないんですけども、私たち一応 CD をね、作りましたんで、ちょっと、日本でちょっと、スピユニオンでね、うん、ちょっと売りたいななんてことを思ってますんで、ぜひ、みんな、ダウンロードしてくんないから。そうそう、ダウンロードの仕方がわかんないんだ。CD 作ったよ、CD。わかんないんじゃないか説がありまして。それでですね、CD を作りました。これで売れなかったらもう。怒るよね、さすがに。大赤字だよ。そうだ、ごめんなさい。だからもういきなりダラダラ喋ってますけど、ここの説明するの忘れてますけど、はい、後ろに見えてるのがですね、うん、ペインテッドレイリー。そうです。有名なですね。場所です。フルハウスね。フルハウスでね、フルハウスのオープニング出てくる、はい、ピクニックオープニング出てくるところでございます。そういったわけで、とりあえずですね、アラモスクエアですよ。アラモスクエア。アラモーク。アラモーク。アラモークさん。とりあえずですね。いい加減なやつにだけ。あ、ちょっと落油落油歌ってますよ。なんで自由に歌ってよ。自由に歌ってる。泣いちゃうの？泣いちゃう。今ちょっとさ、すごいハマってるからさ、ちょっともう落油って言っただけでだから涙が出そうなんだよ。落油聞いたら泣きようなんつって。コーヒーぶっかけるぞ、もう。絞ったばかりの夕日の赤がつった。あー、うまい泣きそうになってる、もう。土産にもらったサイコロ2つ。その中で振れば、また振り出しに。なんていい歌を作ってたんだ、もう。引退しちゃったんだよ。引退したんだよ。引退ってから気がついたんだよ。共演もさせてもらったのにも、うん、まあそんなことでですね、とりあえず私たちは日本に行くということで、ちょっとですね、残念なこと歩くサンフランシスコはちょっとしばらく2ヶ月ぐらいですかお休みしますけども、また、とりあえずですね、日本に帰ったらもしかすると、まだちょっと予定ですけれども、誰かとコラボするかもっていうちょっと予定はちょっと入れておりますので、はい、ちょっと見てください、そちらの方も。それでですね、まあ、また、10月、秋ぐらいになってからですかね、またちょっと、残念なことあるサンフランシスコも再開したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっとお休みです。ごめんなさい。じゃあ何、野沢直子と歩く東京とかやんの？あ、ちょっとそれをわかんない。野沢直子と歩く東京。下北沢とか。下北沢とか。野沢直子と歩く原宿とかやる。ああ、まあいいかもね。野沢直子と歩く渋谷とか。野沢直子と歩く。歩く。二丁目とか。あ、二丁。野沢直子と歩くゴールデン街。野沢直子と歩くチョンベン横丁。チョンベン横丁とか。この辺とかやるかもしれないですね。ちょっとお楽しみにしてください。ちょっと何かコラボもちょっと考えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それで今日はですから、ちょっと火星さんもですね、ちょっとやろうかなと思ってたんですけども、まあ、正解発表がね、だいぶ先になっちゃうので、みんなちょっと忘れちゃうってことで、ちょっと、なしです。すいません。みんな待ってんだよ。くだらない火星さんを。っていうか、火星さんはどこに
風さんはね、どうやって連絡取ってんの？夏休みだからちょっと外帰り風邪かっちゃってるから今どうやって連絡取ってんの？テレパシーどういう感じでやってる？テレパシーでなんかなんか風邪がなんか言ってる、あ、今言ってる私のこと噂しないでくださいよ、だってそんな喋り方？私のことは喋るそんな喋り方だったっけ？はい、というわけで、じゃあ、また秋にお会いしましょう。どうもありがとうございました。みんな、コロナに負けんなよ。良い夏をお過ごしください。花火行こうぜ、花火。あ、そうだ、日本に帰りましたらすぐに、いつも出ている番組に行けると思います。どれどの番組？ちょっとこうだってさ、言っちゃってもいいのかちょっとよくわかんない。いや、ちょっと言っちゃダメなんじゃない？言っちゃダメなんじゃない？それでポシャったら嫌じゃん。そう、だからいつも出てるあの番組です。あとなんかスペシャルなあれもリリースもあるんじゃないの？あ、スペシャルなリリースもあるんです。それも言っちゃうね。それも言ってないと思う、多分。で、ちょっとですね、あるものをちょっと世に発信することになっておりますので、そちらの方もお楽しみに。それは売れるといいな。そう、それは売れる。バンド絡みは全然売れねえからな宣伝してもしょうがないね。野沢直子のことだったら売れるだろ。ちょっと売れてほしいかなってちょっと正直思ってるんですけども、まあそちらの方もですね、ブログやインスタなどでですね、発信していきたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ俺を街で見かけたら声かけて、ね、一緒に、ね、日本に帰っても一緒に飲み行こうよ多分下北とかこの人と一緒だとね、タクシー乗れないんでね、渋谷とかいると思うんで、タクシー乗車見かけたら声かけたね。そうなんだな、タクシー乗車拒否とかってな。日本に帰れることに乾杯、楽しんでこようジャパン。